ということで、今月も、ブロケード TV 始まりまーす。イエーイ。ブロケード TV とは、はい、毎月第1月曜日夜7時から7時半での、30分間で放送しています。はい、はい、2人とも結構棒読みな感じで、はい、練習しておきます。始まりましたけどもね。茅ヶ崎でフリーペーパー、ブロケードというフリーペーパーを作っている、ラムちゃんです。わー、あ、あざす。はい、じゃあゆきえです、よろしくお願いします。はい、くみです、よろしくお願いします。くみです、くみちゃんです。ブロケードっていうのはですね、この、はい、ブロケード毎月5日発行の茅ヶ崎限定の情報誌フリーペーパーですね。で、今月の表紙はなんと鬼達氏とエボシマロっていうのがね、表紙で、今月ちょっと4月はね、ちょっと茅ヶ崎がイベントが結構、うん、盛りだくさんですね。茅ヶ崎三大祭りっていうのがあって、うん、そのうちの2つが、ね、あの4月にあるという大岡越前祭、大岡越前祭っていうね、このお祭りが4月のね、19と20日2日間ですね。はい、19と20日、こう大岡の越前っていうね、なんか偉い人、この人、そう、チャンバラトリオね、チャンバラトリオじゃねえ。このね、お祭りが19、20ありますね。これはなんか、いろいろなパレードがあったりとかね、見たことあります？あ、小学校の頃あります。あ、本当ですか。なんかね、あの、なんだ、江戸時代みたいなね、格好をした。茅ヶ崎はですね、あの神奈川県、湘南と言われてるところですね。群馬じゃない、ね、群馬じゃない、ね、神奈川県です。群馬じゃない、ね、あと、これですね、湘南祭。韓国ですね。韓国ではないですね。4月の26、27、湘南祭というね、これもまたすごいどでかいね、もうお祭りがありますね、この湘南祭。これがもう最後の土日かな、4月の最後の土日。まあいろいろやるんですけどもね、これあのまずステージがあって、でっかいステージでいろんなライブが開催されたりとか、今回なんか AKB の妹分1時間ぐらいですね、東京からだと。1時間でこれも、そう、なんかセブン CM、7 CM っていうのかな、このなんか7センチ、あ、全然すいません、7センチでしたね。っていうなんか SDN ってわかります？わかります。 SDN が終わった亡き後結成された、その元メンバーで結成されたグループ、いいな、湘南ガールコンテストのミスの人も入ってるという、まあ、すごいゆかりのあるじゃあね、グループ。なるほど。ヒゲさんが頭小さいですね。もう脳みそもね、脳みそは詰まってるんで。でね、その AKB のその妹分が来たりとかね、あと、鬼と淳もなんとステージ参戦ってことです。まあそれも絡んでちょっとブロケード表紙、ね、あったりとか、あとなんだろう、ビーチサッカー大会とかね、あとカヤック体験会とか、茅ヶ崎っぽいですよね、湘南祭で、あとは屋台村っていうのがあって、もう50店舗くらい茅ヶ崎市内の飲食店がこう出店を出して、もう何でも食べれるっていうね、食べれないものないんじゃないかっていうぐらい、もう何でもある屋台が出たりとか、あとはそうですね、パドルレースコンテストとかね、これが面白くてですね、あのエボシーワっていう、あの海の先にこうでっかい岩が、茅ヶ崎のシンボルみたいなのがあるんですけど、そこまでこうパドル、サーフィンのパドルで、あの行って往復してくるっていうレースがあるんですよ、湘南祭。誰でも出れるんですか？これですか、出ようと思えば、あ、で受付一応しなきゃいけないんだけど、事前に。だから4月24まで応募は、あとあのステージ、メインステージの他にも、あの茅ヶ崎サザンシーっていう、あの茅ヶ崎のシンボルマーク的なのがあるじゃないですか、そのそばでもステージがあって、そっちでもライブ開催してて、だからメインステージとそのサザンシーステージって2つで同時にライブが開催されてるって、もうなんともこう音楽が好きな茅ヶ崎らしい。で、あの湘南祭メインがなんと湘南ガールコンテストというね、あのミスコンですね、あの選ばれたあの女性たちがステージに上がって、でミス湘南を決めるという、じゃあ可愛い子いっぱい見れるんですね。そう、水着姿の可愛い子たちがいっぱい見れますね、この27日ですね、これ日曜日、楽しみですね。はい、さっきのその7センチっていうグループは、その湘南ガールコンテストの優勝者が、過去の優勝者がメンバーにいるということらしいですね。で、その湘南祭終わった後にですね、5月の4日
5月になっちゃうんですけど、大仁田敦志が、多分皆さんご存じの通り、大仁田敦志さんが茅ヶ崎でプロレス大会を開きます。そのためにプロモーションでちょっとブロケード表紙を飾ってもらったんですけども、電流爆破といって、ね、ロープが普通あるじゃないですか、うん、プロレスのリングって、それがロープを取っ払って、うん、その代わりに有刺鉄線、トゲトゲ の、 ワイヤーあるじゃないですか、うんうんうん、あれが周りに張り巡らされて、さらにそこに電流を流してある。でその有刺鉄線 の、 その、ね、中でプロレスをして、うん、で有刺鉄線にぶつかると、うん、電流が流れてて爆発、ドーンってこう火薬切りなんで爆発してとんでもないことになるという、すごいプロレスがあって、そしてそのプロレス、そのとんでもないプロレスに、うん、茅ヶ崎のゆるキャラのエボシマロが参戦するという、マジ燃えちゃうんじゃないですか、どこでやるの。青果市場っていうね、北口にある市場なんですけど、うん、そこの屋根あるところですよね。そう、屋根あるところ、そこでね、そう、もうゆるキャラ史上ね、全国初ですよ、うん、燃えますよね、エボシマロが爆発するっていうゆるキャラが爆発してどうなってしまうのかっていう体張りますね。これはかなり、そう、かなりちょっと注目のね、死人、うんうん、まあ、死人は多分出ない程度にこれ節約、うんうん、節約で超越はされてると思うんですけど、うんうん、そこら辺はね大丈夫だと思うんですけど、うん、でも本当は大仁田さん曰く、うん、これはこの電流爆破の試合は一回見たらもう癖になるぞって言ってました、ね、すごいで綺麗らしいですよ、火花っていくとバーンって爆発が、へー、すごいぞって言ってましたね。そうだ、はい、これもすごい楽しみなイベントってことで、うん、まあね、4月、まあ、4月から5月にかけて、うん、茅ヶ崎はね、イベントが満載で、うんうん、本当に楽しみな、なんですね、月ですね。イベント楽しみだけど駐車場は大丈夫？ああ、それいや超いい質問ですね、ありがとうございます。青果市場は、青果市場は ないんですよ、ないんですね、基本的に公共機関で来ていただけると、駐車場はあまりやっぱりないんで、うん、混雑しちゃうってかない、ほとんどないんで、うん、まあバスだったりとか電車だったりとかで来ていただけた方が多分いいと思います。そうですね、でも海はちょっと遠いんであれ大変かもしれないですけど、うん、まあ、うん、でもお天気良かったら、ね、散歩がてら ね全然行けるんで、そんな感じで、まあ、茅ヶ崎イベント紹介ですね、はい、で、はい、ね、こういう美女たちはどういうとこデート行きたいのかなって、今 せっかくテロップがある、こういう紙があるんで、うんうん、そこにちょっと発表してもらいたいなと思って、はい、そうですね、はい、1個じゃなくてもいいんですか？1個じゃなくてもいいですよ、こことかこことかでもいいです。でちなみにおしゃれなカフェさっきありましたけど、うん、一中通りと鉄砲通りにぶつかる交差点のすぐそばに、うん、カフェピピピっていう、あ、うん、はい、かわいい、はい、すっごいかわいいカフェがあって、男一人じゃ、うん、まあ、いけないようです。でもね、あそこ男の人が ね、 す、 ね、すごいいっぱい買うからね。なぜかというとね、女の子がかわいいっていう、ね、店主さんもね、店主さんがね、すっごいかわいいね、店主さんがいて、もうファンが多くてすごいですよね、うんうん、あとはなんだろうな、カフェ、海が見えるカフェとかある、うん、あ、ハチ、そう、今今ね、俺も妹、ハチ、ハチもね、ハチも鉄砲通り沿いなんですけど、へ、うん、ハッチ、うん、カフェハッチなのかな、ハッチ、あ、うんうんうん、中はすごいなんかもうシャレオツな感じでね、うん、おしゃれな感じですごいいいね、長いはいつまで書いてるんですか思った、思ったに、オッケー、いいツッコミありがとうございます。番組終わっちゃうからね、そう、あっという間に終わっちゃうじゃーん、見えるかな、そう、見えますか、いや、全然全然、何でもいいっす暗くなっちゃいますか、はい、海の幸が美味しいところ、そうなんです、あ、まず一番上から読んでていいですか、あ、そっか、上か、大人数でバーベキューがしたい、大人数でバーベキュー、二人きりだと緊張しちゃうんで、あ、だから一部の人込みの、そうそうそう、それが楽しいし、あとカップル同士とかでもいいんじゃないですか、カップル、あ、なるほどね、はい、ダブルデートじゃないけど、そんな感じで、さんからいいですね、ありがとうございます、で、バーベキュー、あとはあとは海の幸が美味しいところ、まあ、お店に行きたいですね、海はサーフィンできなぼ、うん、サーフィンも帰ってみたんですけど、できないです、サーフィンできないでもやってるところをこう見たい、あ、見てたいね、うん、犬とか連れて行って、結婚してください、うん、うん、彼がサーフィンしてくれてたらな、みたいな、かわいい字だねっていうね、褒められるとか、
お散歩、はい、あお散歩はない、具体的に なんか どこら辺とかつない、あの海沿いをお散歩しながら、うんうん、犬とか連れて歩いたら、うん、なるほどね、うん、あれだよね、あの 海沿いね、なんかサイクリングロードとかちゃんとね、うんうんうん、あの歩けるように舗装されててね、うん、みんなね、あのそこね、あとはドライブとかも風が気持ちいいのでね、あ、うん、そういうことね、1対4をね、うん、1対4とでも、うん、あのあれだけどね、海沿い、茅ヶ崎の海沿い、一瞬で終わるけど、これそっからだけはもう茅ヶ崎じゃなくなっちゃうけど、まあ、そんな感じでね、サーフィンとね、はい、あでも海の幸が美味しいところって、どっか、うん、私、浜焼きが好きで、うんうんうん、トラトラさん、あトラトラね、行きますね、目の前にあれ出してくるじゃないですか、なんで七輪ですよね、うんうん、で、目の前でサザエ焼いたりとか、そうですね、貝とか、うんトラトラっていうのは、茅ヶ崎の南口に徒歩1分、2分ぐらいのところですかね、駐輪場の前の、うん、でっかい駐輪場の前にある、そう、はい、じゃあ次はゆきえさん、はい、はい、はい、じゃあちょっと具体的に書いちゃいました、はい、もう具体的に、これはあのファンはもう参考にしやすいですよ、これ、うん、すごい参考にしやすい、すごい消してあるけど、海でバーベキュー、朝は息でホワイトホワイトラテ、お昼はホワットホワット違う違う、ホワットホワイトラテ、フラットホワイトラテフラットホワイトラテって、なんかここの息はニュージーランドの豆を使ってて、ニュージーランドでバリスタの修行をした2人がアパレル出身の2人がやってて、ね、はい、フラットホワイトラテ飲める茅ヶ崎のカフェってここしかないんですよ、うんうん、あなるほどね、そうで、すごく美味しくて、朝の6時7時とかから、うん、早い時間から、うん、オープンしてるのでおすすめ、ね、息っていうのはね、あの雄三通り、雄三通りの魚沢さんの、うん、はい、6時半、うん、あ6時半からやってるんですね、うん、そう魚沢さんっていうね、そういうスーパーで、うん、魚屋さん、そう魚屋さんの隣に、うん、まあ、去年オープン、ちょっとこじんまりとしたね、うん、あのそうコーヒー屋さん、そう美味しいです、うまいですよね、美味しいです、評判いいですね、うん、キさん、ホワットホー、フラットホワイトラフラットホワイトラ間違えたのかな、私が間違ってた、思いっきりホワッとしめちゃめちゃホワッとしてますね、それこそカタカナ多いね、確かに、ちなみにちょっと僕フラットホワイトラテって飲んだことないですけど、本当ですか、飲んでみてください、どういう感じなんですか、フラットホワイトラテ、あのね、カフェラテみたいな、カフェラテみたいな、そう、白いんですか、でも美味しい、白いってか、うん、だからミルク感が、あ、トラトラさん、トラトラさん探してみてください、あと湘南酒場さんも ね、あ、そう、美味しいです、フラットトラトラさんの系列店で、うん、ね、パチンコ屋さんの通りにあります、アルキューレの隣に ね、フラットホワイトラテね、で、お昼はジャミンで、ジャミンね、今ね、ちょっとミーハーな感じにしてみます、今評判な、ジャミン評判でジャミンで、今何かと話題のジャミン、そうそう、に行って、夜はジャミンの隣のアンアンっていうお好み焼き屋さん、あ、私超好きです、あそこ、私あそこ高校生の時初めて行って、あ、そうなんですね、で、オープンした時に、うん、はいはいはい、で、そう、お兄さんすごくいい人で、うん、いい人ですよね、すごいいい人ですよね、そう。ああそう、その感じです、ね、もうナイスナイスフォローです、ね、ナイスです、ありがとうございます、フォローがすごいですね、何で書いてるんですか、いや、ひらがな、そうで、お好み焼きを食べて、うん、で、焼酎飲んで、うん、帰って、はい、そこいろんなビール置いてありますよね、いろんなビールっていうか、ビンタンあれ、ビンタンはどこだっけ、インドネシアです、インドネシアか、うーん、え、2人はじゃあ結構お酒は好きなんですか、お酒は好きです、うん、なるほどね、結構もう飲んじゃう感じで飲んじゃう感じでね。あ、マヒナポヨポヨね、場所で言ったら結構分かりにくい場所なんですけど、厳島神社厳島神社っていうね、うん、ツインウェーブのそばですね、うん、その裏にある広島焼きの焼き屋さん、行ったことないけど、そこも気になります、個性的な、2分前です、個性的なお母さん、おばさん、うん、お母さん3姉妹でやってるんですけど、へ、じゃあ結構やっぱり海寄りですね、でも2人ともね、うんうん、でもやっぱ4月から9月ぐらいまでは海でもう絶対バーベキュー毎週、うん、バーベキューしてします、いや、そんなこんなで1分前になってきてしまいましたけど、うん、ね、はい、じゃあね、でも来月もなんかこんな緩い企画をまたやっていきたいと思います、はい、じゃあ来週のまた第1月曜日お会いしましょう、さよなら、さよなら。